君と一緒ならきっと勝てる。お疲れ様。お疲れ様。支援するね。行くぞ。ついてこい。よし。勝ったね。よし。私たちの勝ちだ。終わったな。回復する。
いた、間に合った。やばい、結構強そうだぞ。問題はない、一匹残らず蹴散らしてやる。え、なんか目覚めた。死ぬ気で来い、私が相手だ。この程度か。怪我はないか。ああ、ありがとうお嬢さん。無事で何よりだ。本当にありがとう。君たちが来てくれなければ二度と私は。感謝の言葉なら彼女に伝えてくれ。父さん。なんでお前がここに。心配で追いかけてきたに決まってるでしょ。私、父さんがいなくなったらって考えたら。ああ、すまない。本当にまたこうしてお前に会えてよかった。メディの。私は先に行っている。僕たちも行こうか。ああ、そうだな。それじゃあ二人とも気をつけて。君たちも旅が無事に終えられるといいな。ありがとうございます。待っててくれたんだな。勝手に行ってもすぐに追いかけてくるだろう。それに同行を許したのは私だ。責任が私にもある以上、ザッカリアまでは共に行く。そこでお別れなんだよね。そういう話だったろ。でもメディナも剣士ならザッカリアの剣術大会に行ってるんじゃ。詮索もしない。これも約束したはずだ。そうだね、ごめん。では行くぞ。勝ったね。いっぱい歩いたな。お腹も減ったし、さすがに疲れてきた。それに空も暗くなってきちゃったね。なんだ、情けないな。私はまだまだ平気だぞ。まあ歩けないってほどじゃないけどさ。友情、ザッカリアってあとどれぐらいだ。え、君まさかとは思うけど、地図読まずに歩いてたの。いや、友情がいるし、なんとかなるかと思ってさ。君ってやつは。まあいいや。そうだね、まともに歩いてあと半日はかかるよ。なるほどな。このまま夜通し歩くってのも無理があると思わないか。私は歩ける。なんなら一人で構わない。いや、女の子が暗い道を歩くのはちょっと危ないんじゃない。さっきみたいな獣がいるかもしれないし。ていうか、どうしてそんなに先を急ぐ必要があるんだよ。
急いではいない。私は武術修行のようなことをしているだけだから。なるほど。じゃあこの辺りでキャンプ、あ、いや、八重…八重？なぜそうなる？いや、お腹も空いたし、夜になったことだし、朝までゆっくり休んでから動いた方がいいと思ってさ。キリトはお腹を満たしたいって気持ちがほとんどでしょ。まあ僕も空いたけど。そうだろ。よし、セレカがくれたパンと干し肉使って晩飯作ろうぜ。あ、ちょうどもう一人分ぐらいあるし、セルカ特製調味料も入ってる。おい、私を無視して話を進めるな。第一、出会ったばかりの男どもと野営など。メディナ、さあ私の言うことに従え。するわけないだろう。メディナ？そうだよキリト、女の子に対して繊細さがあまりにもないよ。いや、メディナとは離れて寝るし別に問題ないだろ。私はもう行く。なんでだよ。行くと言ったら行く。お前たちと共にある理由がない。大丈夫？やっぱりさっきの戦いで疲れちゃったのかな。あ、ちょっと待っててくれ、水取ってくる。ムカつく。メディナ、ほら飲んでくれ。ありがとう。お礼言えるんだ、意外だな。何を言う、当然だ。私は父に恥じるようなことはしない。そっか、立派なお父さんなんだな。はあ、本当に勇敢な人だった。メディナ、やっぱり今日は休んで明日また動いた方がいいと思うぜ。余計な世話だ。お前たちは好きにすればいいが私は関係ない。夜に闇雲に動いたら獣に襲われるかもしれない。お父さんだって心配すると思うぜ。ムカつく。よし、それじゃあメディナの分も夕食作りと行くか。持ってきた布があるからそれで天幕を作るよ。寝る時になったらそこで休んでね。僕たちは外で一緒に毛布にくるまって寝るからさ。おお、さすがはユージオ君、繊細さのあるいい考えだ。おい、私は野営することにまだ賛成していないぞ。よし、ユージオはナイフでパン切ってくれ。無視するな。ごめんね、悪いけどあいつのわがままに付き合ってあげてよ。まったくもってムカつくやつらだ。さてと、それと楽しみだ。